コンビニのおでんの賞味期限とは？おでんを売っているコンビニの店内は、濃厚なだし汁の匂いが店内に満ちて、おでんばかりが存在を主張しているように感じられる。ところで、コンビニの店内で煮られているおでんにも賞味期限はある。と言っても、その基準は一般の賞味期限のようなまずくなる期限や腐る期限ではない。そもそもおでんは具によって頃合いの煮込み時間が違う。大根はたっぷり煮込んでほしいし、こんにゃくなどはさらに煮込まないと味が染みない。そこでコンビニでは、はんぺんならば3時間、こんにゃくならば24時間という目安をつけている。基本的には鍋に入れてから12時間程度を期限切れにしているが、美味しさを売る秘訣は何と言っても具ごとに設定された煮込み時間にあるのだ。要するに、おでんに関しては具の一つ一つにおけるベストの状態が賞味期限になるというわけである。都会に野鳥が増えているって本当か？近年さまざまな野鳥が街中に戻ってきている。例えばキジバトは、敗戦後食糧難から人間の標的となり、彼らは多くの都会から去り、山で暮らすようになっていった。しかし時代が落ち着いてくると、キジバトは都会生活に慣れたドバトに習い、再び町に姿を現すようになる。ヒヨドリや白石霊などは、もともとは果実や花の蜜を好物にしていたが、パンやポップコーン、あるいは生ゴミも食べるようになって、都会での生活に適応した。森林性のシジュウカラも、都会の中にある公園緑地や高層ビルのオープンスペースの緑地帯に大好きな落葉広葉樹を見つけて新生活をスタートさせている。このようにして町に野鳥が増えているというのは事実。彼らは都会生活に順応できる知恵を身につけて戻ってきているのだ。巨大な煙突はどうやって作る？100メートルを超える煙突は専門用語で超高煙突と呼ばれるが、どうやってあんな高さの煙突を建てるのかを紹介してみよう。業界で主流の工法はスライディング工法と呼ばれるものだ。まずは基礎工事で煙突の高さの約3分の1の土台を作る。例えば100メートルの煙突なら約33メートルの土台となる。その上に工場で作った5メートルぐらいの高さのパーツをクレーンで引き上げながら積み重ねていく。最初の一つ目のパーツは普通のクレーンを作って引き上げるが、2個目からは T 字クレーンという煙突専用の超小型クレーンを使うことになる。操作方法は、 T の縦棒の部分を1個目のパーツの側面に設置して、 T の横棒の片腕で2個目のパーツを吊り上げる。上まで吊り上げたら、横棒を180度回転させて1個目のパーツの上に積み重ねる。作業員はパーツとパーツを溶接する作業を行った後、クレーンの位置を今積み上げたパーツの高さ分上に移動させる。そして3個目のパーツを吊り上げると、これを繰り返していく。つまりこの T 字クレーン、自分自身で積み上げたものを足場にしながら100メートルの高さまで上り詰めて、懸命に作業を続けるのである。
ヒレ酒にはフグの毒が入っているか。ヒレ酒は香ばしく焼いたフグのヒレを燗をした酒に入れて独特のうまみを引き出すもの。体が温まり酒飲みには応えられない。言うまでもなくフグは毒を持つ魚。毒の成分はテトロドトキシンという物質だが、これは青酸カリの1000倍という猛毒の上、熱してもなかなか分解しないし、解毒剤も見つかっていない。当然フグ料理は毒のある内臓は取り除いてあるし、ヒレ酒の場合ヒレには毒はないのだろうと思っている人が多いことだろう。だがフグのヒレにはこの恐ろしいテトロドトキシンが含まれており、その毒はヒレ酒にも入っている。それどころかヒレ酒の体が温まるという効果は、実はテトロドトキシンが体に回り血行を良くするからなのである。ただし毒とは言っても、ヒレ酒に含まれているのは人体に害があるほどの量ではない。ごく微量なら神経痛やリウマチに効く薬効がある。ヒレ酒に含まれているテトロドトキシンはその薬効の範囲内だから心配ないというわけだ。日本の鉄道史上初の忘れ物とは？鉄道の忘れ物といえば思い浮かぶのは傘。では初の忘れ物はやはり傘だったのだろうか。実は忘れ物の歴史は鉄道の歴史よりも古い。明治5年1872年9月12日の正式開業の前、品川から横浜間での仮営業が始まった同年5月7日のことである。その日汽車が品川を出発すると、ホームには一足の下駄が揃えて置いてあった。これが忘れ物の第1号と言われている。当時の鉄道はイギリス製で、現在のようにホームから段差なく乗車できるシステムではなく、ステップを上がって乗り込むようになっていた。運賃も高価だったし、乗客は客車に乗り込むとき、立派な座敷に上がるような感覚で、土足厳禁と思い込んだのだろう。溶けるチーズと普通のチーズは原料からして違うのか。溶けるチーズも普通のプロセスチーズも主原料となるのは菌や酵素が生きている状態のナチュラルチーズだが、どんなナチュラルチーズを利用するかとなると微妙な違いがある。普通のプロセスチーズはナチュラルチーズを細かく砕いたものに乳化剤を加え加熱して溶かし、殺菌した後形成します。ナチュラルチーズには加熱すると溶けるという性質があるが、こうしてプロセスチーズに加工した後は溶けにくくなる。溶けるチーズもプロセスチーズの一種なので、加工方法はほぼ同じだが、原料とするナチュラルチーズには普通のプロセスチーズに比べて熟成度の低い若いチーズを多く使い、普通のプロセスチーズより粗い組織でナチュラルチーズにより近いものとなっている。その他乳化剤の種類なども微妙に違うようだが、その微妙な違いから製品の違い、風味の差が出るわけであり、各メーカーも公表はしていない。
なぜ薬の値段は薬局によって異なるのか。処方箋を扱う薬局はそれぞれにお客への対応の仕方が違う。医師の書いた処方箋通りにすぐ薬を出す薬局もあれば、ちょっとしたサービスを加える薬局もある。薬局のサービスとは、患者側での長期保存が難しいことを見込んで数回に分割して調剤するとか、患者から情報を集めて服薬上に適切な指導を行うなどの個々に向けての対応を言う。それらのサービスには料金の加算が認められているので、細かい対応をする薬局ほど薬代が割増になると考えていい。これが薬局によって薬の値段が違ってくる理由なんです。日本の裁判の 99.5% が有罪であるわけとは。日本の刑事裁判の有罪率は 99.5%。 検察からすればとんでもない勝率である。日本の検察はよほど優秀なのだろうと思うと、そこにはこんなからくりが隠されていた。行政官たる検察官はいわば国の威信を背負っている。つまり検察側が弁護側に敗れることは国の威厳を傷つけることに等しいんです。そういう考えを叩き込まれているので、検察官はどうしても裁判に敗れるわけにはいかないんです。幸い検察官には担当の刑事事件を起訴するかしないかの裁量が委ねられている。この裁量権を用いれば、かつ見込みの薄い裁判は不起訴か起訴猶予の処分で避け、検察側に絶対有利な証拠が揃っている時だけ法廷闘争に持ち込むという選択が自在になる。つまり検察官は自分よりも明らかに弱い相手だけを選んで勝負に出ることができるわけだ。それが 99.5% という勝率の秘密である。指名手配のポスターは人権侵害にはならないのか。指名手配のポスターの効果はかなり高いという。市民の通報で犯人が逮捕され、ご協力ありがとうございましたというシールが貼られた写真もよく目にする。しかし日本は罪刑法廷主義の国であり、そもそも憲法第31条には何人も法律の定める手続きによらなければその生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないとある。また刑事訴訟法には最終的に裁判所が有罪の判決を下すまでは被疑者を無罪と考えて対処しなければならないことが示されている。いわゆる無罪推定の原則だ。この原則に従えば、まだ刑が未確定の人の
プライバシーを全国民に公開してしまう指名手配ポスターは、憲法第13条が保障する個人の尊重、自由の権利の侵害に当たらないのだろうか。法律家の中には、無罪推定の原則から言って、警察が指名手配ポスターで犯罪人扱いするのは行き過ぎた行為と主張する人もいる。しかし、現行法では指名手配のポスターに関する規定がない。現実的には警察が任意に作成して貼り出しているのが実情なんです。重いは一体どこが重いのか。病気になった時や胃の調子が悪い時に食べる重い。なぜお粥の上澄みのことをこう呼ぶのだろうか。重湯の語源については諸説あるが、一説によると、もともと重湯は重の湯という名で呼ばれていたという。重のとはご飯の丁寧語で、天使の食事という意味を持つ言葉。その昔、高貴な人物の食事を大身を下の大物の食物といったことから、おものはその省略形と考えられている。また一方で、おもゆのおもは古い言葉の母にあたるという説もある。霊柩車はどうしてあんな形になったのか。霊柩車は一目見ればわかる。あの独特のフィルムが目を引くからだ。それにしても、なぜ霊柩車の装飾はあんな形になったのか。もともと死者の運搬を豪華に行っていたのは貴族など裕福な人たち。霊柩車がなかった時代、遺体を納めた棺を華やかな装飾の腰に乗せて運んでいた。一方、貧しい人たちの間では、棺は人間によって運ばれていたが、明治に入ると第八車が用いられるようになる。その後、第八車が神輿のように華やかに飾り立てられるようになり、やがて霊柩車のルーツとでも言うべき宮型の感謝が登場したんです。今でこそ霊柩車は当たり前の存在だが、昔は自動車で遺体を運ぶことに抵抗を感じる遺族も多かったといいます。遺体はあくまでも遺族の手で丁重に運ぶものという観念が強かったからだ。その気持ちを和らげるのに、伝統的な宮型の装飾が用いられるようになったのである。電車で何かが挟まった。ドアだけ開くのはなぜか。都会で電車を利用する人には、駆け込み乗車をした挙句、バッグやコートの裾を電車のドアに挟まれたまま、ドアが開く次の駅まで動けなかったという人も少なくはないのではないか。ドアに何かが挟まってしまったとき、幸運にもそのドアだけが開いていた。
再び開いてくれるということがある。これは電車に専用の再開閉スイッチが使われているためで、そのスイッチを押すとちゃんと閉まっていないドアを自動的にセンサーがキャッチし、そのドアだけを開閉するというシステムなのだ。もしこのスイッチがないとしたら、再び全部のドアを開けることになり、そうなると発車時刻が遅れることにもつながりかねない。そんなわけで、駆け込み乗車をする乗客を苦々しく思いながらも、車掌さんは仏心でコートの裾が挟まったドアを開けてくれているのだ。土壌やナマズにあるヒゲの役割とは、ヒゲを持つ魚は少数派だが、土壌やナマズはなぜヒゲを持っているのだろうか。それは土壌やナマズの住まいと関係がある。土壌やナマズがひっそり暮らす水底は昼間でも暗く、泥で濁っていて見通しも悪い。そこで彼らは神経感覚器官であるヒゲを使って周囲の状況を探っているのだ。彼らが濁った水の中でも障害物にぶつからずすいすい泳げるのはヒゲのおかげなのだ。ヒゲは餌を探すのにも、それを味わうのにも大活躍する。人間は何かを食べた時、甘い辛いといった味覚を舌にある味蕾で感じ取っている。ナマズやドジョウの場合、その味蕾がヒゲにあるのだ。だからヒゲで触っただけで、その食べ物がどんな味かわかるのだ。特にナマズはヒゲだけではなく、体表にも味蕾を持つので、全身で味わっていることになる。スケートリンクの氷はどうやって張るのか。スケートリンクを作るには、その水を一旦55前後のお湯にして梅雨状に巻き、冷却剤で凍らせる。これで 0.6 ミリ程度の氷を作り、再びお湯を霧状に巻いて 0.6 ミリの氷を作る。この作業が何度も繰り返されて、厚さ 3、4センチのリンクが作られていくのだ。水ではなくお湯をかけていくのは、その前に巻いた氷の表面を溶かして新しい氷としっかり結びつけるためなんです。こうして最低でも1週間の作業を終えて氷のリンクが出来上がる。さらに氷のコンディションを安定させるため、温度をコンピューターによって制御し、会場にセットされている赤外線温度計の温度変化に応じて冷却剤が自動的に流れるような仕組みになっている。氷とは言っても、ただ水をまいて凍らせればいいというわけではないのだ。血糖値が高いとなぜ血管がもろくなるのか。血糖値は血液中に含まれる糖の量のことであり、通常血液1デシリットル中には80から100ミリグラムの糖が含まれている。その糖はご飯や麺などに含まれる炭水化物が体内で分解されてできたブドウ糖であり、ブドウ糖は血液の中に入って全身を回り、細胞活動のエネルギー源となる。血糖値は食後一時的に高まるが、やがて膵臓から分泌される
インスリンの働きで下がっていく。このインスリンがうまく分泌されなかったり、細胞が糖をうまく取り込めないと生じる症状が、血糖値が高いままの状態になる糖尿病だ。そして血糖値が常に高い状態にあると、血管が脆くなってしまう。これは血液中の糖が必要以上に多いと、糖が血管壁のタンパク質とくっつくからだ。脆くなった血管は脳卒中や心臓病を引き起こす元になるのはもちろんのこと、網膜の血管が破れることにより視野を狭めたり失明させたりもする。携帯安定加工シャツはやはり素材に秘密がある。携帯安定加工シャツはのり付けアイロン不要の家庭洗濯用ワイシャツ。まさに洗うだけでシワもできずにパリッとする。面倒なアイロンがけが不要で実にありがたい存在だが、一体どんな原料を使っているのだろう。実は携帯安定加工シャツの場合、原料というよりも加工に秘密がある。縫製後の製品にホルマリン系のガスを吹きつけてシワや縮みを防ぐ組織を作る方法や、超低温液体アンモニアに浸して生地を強くしシワを防ぐ効果のある特殊な樹脂をつけてから縫製後に高温プレスをするといった方法もある。他にもノンホルマリン樹脂とポリマーによって加工する方法や、特殊な樹脂剤を使って生地に含まれる水分をコントロールすることでシワの発生や強度の低下を抑える方法などがあり、メーカー各社がシワをつけず収縮や変形を避けるためのあらゆる努力を日々重ねている。なぜ名古屋は喫茶店だらけなのか。名古屋は喫茶店の数が圧倒的に多い。競争も非常に激しく、その結果ボリュームとバラエティに富んだモーニングサービスやメニューの充実といった点で他の地域では見られない特色がある。例えばトースト、コーヒー、サラダ、ゆで卵といったメニューはどの地方にもあるモーニングサービスだが、名古屋ではこれに味噌汁やウインナー、野菜炒めが加わる。食事のメニューもスパゲティ、焼きそば、サンドイッチなどの定番に加えて、名古屋名物のきしめんや小倉トーストはもちろんのこと、カツ丼に親子丼、ハムカツ定食、レバニラ炒め、いなり寿司などなどなど、レストランや食堂に比べて遜色なし。さて、なぜ名古屋に喫茶店が多いかだが、これには諸説あるという。織田信長が日本で初めてコーヒーを飲んだ人物だからとか、コーヒーにピーナッツやあられがついてくるのがおまけ大好きの名古屋人にはたまらない魅力だからとか。七味唐辛子に入っている七つの味とは、温かいそばやうどんを食べるときに欠かせない七味唐辛子。これを七味唐辛子と言っていたのは関西で、関東では七色唐辛子と呼んでいました。七味に使われる原料は地域や生産者によって異なりますが、最も一般的なのは唐辛子、山椒、ごま、麻の実、みかんの皮、消しの実、菜種を基本にしその実、生姜、青のりなどを
組み合わせたものでしょう。つまり必ずしも7種類の原料で作られるとは限らないのです。一般的に関東では辛みが強く香りと味があっさりしている七味が好まれるのに対し、関西では辛みは弱めで香りと味の強いものが好まれるそうです。切れる子供が増えた理由とは、些細なことでカッとしやすく、その感情を抑制できないことを切れると言います。切れる子供たちが問題視されるようになったのは1990年頃からと言われています。最近は子供だけではなく切れやすい高齢者も問題になっていますが、なぜこれほどまでに切れる人が増えたのでしょうか。その原因の一つと考えられているのがカルシウム不足です。私たちの体内にはカルシウムが1キロ以上存在しています。その 99% は骨と歯の中にあり、それ以外の組織に分散しているのはわずか 1% です。最新の研究によって、カルシウム不足になると神経が苛立ち、ちょっとしたことで興奮したり攻撃的になることが分かってきました。実は日本の土壌には火山灰質が多く、食品や水から摂取することができるカルシウム量が欧米人と比べて少ない傾向にあります。しかも子どもの大好物であるスナック菓子やジュース類にはカルシウムがほとんど含まれていません。このような食生活が切れる子どもを産んでいるのではないかと考えられています。つまり切れないようにするためには、カルシウムを多く含んだ食事を取ればいいという結論に達しますが、そう簡単にはいきません。なぜならカルシウムは体内に吸収されにくいミネラルで、他の食品に比べて吸収率が高いと言われる牛乳でも約 40% にしかならないためです。少しでもカルシウムの吸収率を高めるためには、ビタミン D を多く含むイワシ、サケ、ウナギ、卵黄などをカルシウムを多く含む牛乳やチーズ、小松菜、豆腐などと一緒に調理して食べると良いとされています。余談ですが、ビタミン D は日光浴をすると体で作られます。干し椎茸をお日様に当てるだけでビタミン D の含有率はガーンと跳ね上がります。黒くないのになぜ黒板？学校の教室に欠かせないものといえば黒板。先生がチョークで黒板に書いたことを必死で書き写した経験は誰にでもあるでしょう。ところで改めて考えてみると、黒板っておかしいネーミングだとは思いませんか？だって黒板は緑色ばかりなのですから。実は戦前まで黒板は本当に黒かったのです。黒板が初めて教育現場に持ち込まれたのは明治5年1872年のこと。現在の東京大学の前身大学南校に教師として招かれたアメリカ人のスコット博士が自国から日本に持ち込んだブラックボードがそれなんです。書き込んだ文字を簡単に消すことができるので、このブラックボードを日本でも作ろうということになり、そうしてできたのが
墨汁を塗った板でした。もともとブラックボードという名前でしたし、墨汁を塗った板も真っ黒だったため、黒板と呼ばれるようになりました。黒板の色が現在のような緑色になったのは、昭和29年から黒板に適した合成塗料が開発され、反射しにくく目に優しい艶消しの緑色が使われるようになりました。ゲンモホロロってどういうことなのか。人の頼みを冷たく跳ねつけ、取り合わないことをゲンモホロロと言います。文化庁の日本語に関する調査によると、10代の約8割がゲンモホロロの意味を知らなかったそうですから、もはや死語に近いのかもしれません。しかし、年長者の会話なら、まだ耳にすることも多いでしょう。剣もほろろを戦いの時に使う剣。それで剣もほろろと書くことがありますが、それは誤りです。なぜなら、剣もほろろも、キジの鳴き声を表したものだからです。ほろろは、キジの羽の音だという説もあります。ケンケンホロホロというキジの鳴き声が不愛想に聞こえることから、情け心のないこと、むごいことという意味で使われるようになったと言われます。1馬力のパワーはどのくらいなのか。エンジンの性能を表す言葉としてよく使われるのが馬力という単位です。馬の力と書くくらいですから、馬一頭が発揮する力が1馬力ということでしょうか。馬力を単位として初めて採用したのは、蒸気機関を改良しイギリスに産業革命をもたらしたことで知られるジェームス・ワットです。彼は蒸気機関を工場に売り込むため、どの程度の性能があるのかを表す必要に迫られました。その際、蒸気機関のパワーが馬の何倍あるのかという形で表したのです。しかし、人間に力持ちとそうでない人がいるのと同じように、馬の力も様々。そこでワットは自分が計測した馬の力に 1.5 倍をかけて1馬力としました。その1馬力とは、1秒間に重量550ポンドの荷物を1フィート動かせる力のこと。これを分かりやすいようにワット数で表すと、約 745.7W となります。これはイギリス式馬力の単位で、フランス式馬力はメートル法に基づいて定義したため、ワットで表すと1馬力が 735.49875W となり、イギリス式馬力とは若干違います。また、日本の1馬力は、旧軽量法では750ワットでしたが、現在では735.5ワットとされています。さて、本題に戻りますが、ワットが馬力という単位を考え出したのは、19世紀の初頭のことでした。200年の間に、人間の運動能力が、向上したのと同じように、馬も品種改良やトレーニング方法の進歩によってかなり運動能力がアップしました。そのため現在の馬が発揮できる馬力は
4馬力前後と言われています。ファンタはコカ・コーラの代替飲料として生まれた。人気炭酸飲料ファンタは第二次世界大戦中の1940年ドイツで誕生した。もともとドイツではコカ・コーラが大人気だったが、戦時中の原材料不足からドイツのコカ・コーラボトラー社が代替品を開発。その結果、現在のファンタの味と共通する部分がほとんどない。主に乳製とリンゴの果実からできた果実フレーバー、無果汁の炭酸飲料が誕生し、大変な人気となった。そして第二次世界大戦後、コカ・コーラ社の海外部門が商標を買い取ると、1955年にイタリアで販売され、ファンタはヨーロッパ全土で流行。それ以降世界中へ広まっていった。菓子パンシベリアのネーミング秘話。カステラで羊羹を挟んだ日本発祥の菓子パンをシベリアと呼ぶ。誕生時期は明治時代の終わりから大正時代初期と曖昧だが、さらに謎なのがそのネーミングだ。カステラの白い部分をシベリア大陸、黒い羊羹をシベリア鉄道に見立てたという説のほか、日露戦争に従軍した菓子職人が考案したなど、名称の由来にはいくつもの説がある。奈良公園が鹿の糞だらけにならない謎とは。奈良の顔といえば奈良公園に生息する鹿だろう。奈良の鹿は春日大社の神の使いとされ、古代から大切に扱われてきた。現在その数は約1200頭。これだけいれば公園は糞だらけになりそうだが、なぜか散らばる糞はさほど多くない。清掃員もほとんど見かけないのにもかかわらず、糞が少ないのは実はコガネムシ、通称糞虫のおかげなんです。日本には約150種の糞虫がいますが、奈良公園ではそのうち約50種類が確認されています。糞虫は鹿が糞をするとすぐその中に潜り、1日で分解して食べてしまいます。その際、ハエが産みつけた卵も食べるので、ハエの発生も防いでくれているのです。医者は風邪薬を飲まない。日本人の多くは風邪をひいたときに病院に行ったり風邪薬を飲んだりします。しかしそもそも風邪という病名はなく、一般的に風邪と呼ばれるのは普通感冒、あるいは風邪症候群と呼ばれるものなんです。普通感冒は喉の痛みや鼻水、鼻詰まり、頭痛、悪寒などがあり、時に発熱や嘔吐、下痢などを伴うことがあります。その原因となるのは9割以上が何らかのウイルスです。しかしこれらのウイルスに効果がある薬はほぼ存在いたしません。病院で処方される抗生物質は細菌を死滅させるが、ウイルスには効かないんです。つまり風邪にはほとんど効果がなく、逆に体内の役に立つ菌を殺してしまい、
免疫力を下げてしまうことすらあるんです。それでは市販されている風邪薬はどうかというと、こちらもあまり意味がありません。風邪薬は複数の症状を抑えるため多くの薬が配合されていますが、そもそも風邪の症状は体が風邪と戦っている証拠なんです。逆に風邪薬がこの戦いの邪魔をしてしまうこともあると言います。ほとんどの医者は風邪薬を飲むことはありません。それは風邪を治す薬がないからなんです。富士山の5合目は山頂までの半分の地点ではない。富士山の標高は3776メートル。だからその5合目というと、多くの人はその半分ほどの標高と考えそうだが、吉田口から登った場合の5合目は約2305メートル。御殿場口では約1400メートルと、実は半分にはならないのです。山の5合目の由来には諸説あります。登りながら米粒をまいた時、1合なくなった地点が1合目という説や、夜の登山で灯籠に使う油が1合なくなった地点が1合目という説もあります。また登山の経路を難易度に応じて10区間に分けたという説もあります。この説によれば、頂上に近づくにつれ登山が難しくなるため、5合目間の距離が短くなるそうなんです。お菓子のじゃがりこのリコは開発担当者リカコさんのこと？じゃがりこは女子高校生がカバンに入れて持ち歩けるような袋菓子ではない箱やカップ入りのお菓子を作ろうというコンセプトのもと、今までのカルビーのスナック菓子とは違う新しいタイプの商品として開発されました。商品名は、新しくできたスナック菓子を開発担当者の友達リカコさんがとても美味しそうに食べている姿を見て、じゃがいもプラスリカコをじゃがりかこ、それをじゃがりこと名付けました。ちなみにじゃがりこのキャラクターには、食べ出したらキリンがないとダジャレでキリンが採用されております。サングラスは裁判官の表情を隠すためのアイテムでした。強烈な日差しなどから目を守ってくれるアイテムがサングラスである。ファッションあるいはスポーツで重宝するこのサングラス、実はもともと裁判官が表情を隠すために使っていたといいます。その起源は12世紀の中国にあります。裁判官が証拠の真意をどう判断しているのか、裁判まで秘密にしておく必要があったことから、すすでいぶした石英のレンズをかけて裁判に出廷するのが決まりだったんです。そして1430年頃、視力矯正用のメガネがイタリアから中国に入ってくると、これが黒く塗られ、主に裁判官が使用したと言われています。日本に輸入されるスリランカ産紅茶葉の3分の1は午後の紅茶になる。
スリランカはディンブラなどの産地を持つ世界有数の紅茶生産国だ。現在日本に輸入されている紅茶葉のうち約6割がスリランカ産で、なんとその3分の1はキリンビバレッジが販売する午後の紅茶に使われています。アース製薬の研究所の中にはゴキブリ部屋があります。アース製薬は殺虫剤やゴキブリホイホイなどのヒット商品で知られる会社である。兵庫県赤穂市にある同社の研究所にはゴキブリ部屋と呼ばれる約6畳の部屋があり、ワモンゴキブリという大型のゴキブリなどがなんと約60万匹も飼育されているんです。宇宙開発に生かされた日本の折り紙技術がある。誰でも簡単に鶴などが折れる折り紙は子どもの遊びというイメージが強い。しかしその折り紙の技術を医療やロボット、建築、そして宇宙開発にまで応用しようという試みが国内外で進んでいる。東京大学名誉教授の三浦光良氏が考案したのが三浦折りだ。縦の折り目にジグザグに傾斜をつけることで折り目が重ならずコンパクトになる。また折りたたんだ一端を引くだけで全体を一気に開ける。この三浦折りを採用したパネルが日本の人工衛星に積まれて宇宙へと旅立ったのは1994年、平成6年。 NASA も現在プロの折り紙アーティストの協力を得て三浦折りを宇宙開発に応用する研究を進めています。色鉛筆があらかじめ削って売られている理由とは、同じ鉛筆という名称がついていながら、色鉛筆は普通の黒鉛筆と様々な点で異なります。例えば販売される際に、前者はすでに削られているが、後者は削られていない。その理由は単純で、黒鉛筆なら芯の色は黒と決まっているが、色鉛筆の場合、削られていないと芯の色を確認することが難しいからなんです。また、色鉛筆は一般的には12色、24色とまとめられて売られていることが多いため、削る手間を省くという理由もあるといいます。三角定規の真ん中に丸い穴が開いている謎とは。三角定規の中央に丸い穴が開いている理由はいくつかある。まずは紙と三角定規がぴったりくっついて取りづらくなるのを防ぐため、紙と定規の間の空気をこの穴から逃すことで定規を移動したり持ち上げたりしやすくする。変形を防ぐという効果もある。定規が温度変化で収縮して目盛りが狂わないよう穴を開けること、収縮を抑えているのだという。そして四角い穴だと角に負担がかかって
ひび割れをしやすくなるが、丸くすることでその負担を分散し、丈夫にしているのだと言います。ジーンズメーカーのエドウィン。江戸で勝つからエドウィンになった。戦後、米軍払い下げや輸入の中古ジーンズの卸売を行っていた常見米八商店は、日本人に合う良質のジーンズを作ろうと、1961年、昭和36年、製造卸売業に転換した。その際、日本にジーンズの良さを広めたいという思いから名付けられた社名がエドウィン。この社名はジーンズと同義語であるデニムのアルファベットデニムを並べ替え、 M を逆さにして W にすることで誕生したのだが、エドでウィン、勝つというロゴも国産に対する同社のこだわりと合致することも採用された理由になったそうだ。レッツウォッシュ、洗いましょうがウォシュレットになった。日本生まれの温水洗浄便座は、日本だけではなく海外、特にアジアでの認知度も高い。この温水洗浄便座の代名詞ともいえるのがウォシュレット。 TOTO の商標登録だ。この名称はウォッシュ、洗うとトイレットを組み合わせた造語のように思えるが、正解はこれからは洗う時代です。洗いましょうと呼びかけるレッツウォッシュを逆さまにしたものである。ウォッシュレットが発売されたのは1980年、昭和55年のこと。商品名を決める会議で、創業者石橋の名字を逆にネーミングしたブリヂストンの社名をヒントに、レッツウォッシュを逆にしたそうだ。サンドイッチ店サブウェイは地下鉄という意味ではない。日本でも人気のサンドイッチチェーンサブウェイは、1965年にアメリカのコネチカット州で創業しました。意外と勘違いされやすいのですが、この店名の由来は地下鉄ではないんです。潜水艦型のパンにハムや野菜などを挟んだ、アメリカで昔から愛されてきた伝統的メニュー、サブマリンサンドイッチのサブに、あなた好みに作るという意味のウェイを組み合わせたものなんです。造語が店名になっているのである。髪留めのカチューシャはロシア人女性の名前だった。髪をまとめたり飾ったりする髪留めをカチューシャと呼びます。カチューシャとはロシアに多い女性の名前、エカテリーナの愛称なのだが、その名の由来となった人物はロシアの文豪トロストイの作品復活に登場する主人公カチューシャである。だが髪留めとしてのカチューシャは実は日本限定の呼び方である。大正時代の人気女優である松井須磨子が復活の舞台公演で主人公カチューシャを演じた際、この髪留めを頭につけていたことから
カチューシャという名称が定着したといいます。間違ってばかりの秘書が開発した修正液。アメリカのテキサス銀行のベティ・ネスミス・グラハムは有能な秘書だったが、タイプライターが大の苦手で文字の打ち間違いが多かった。しかも当時はそれを修正するには消しゴムを使って1文字ずつ消していくしかなかった。そこで彼女は1951年、画家が使っていた美術用の修正液をヒントにタイプ用の修正液を開発。これをリキッドペーパーと名付けて販売し、大成功を収めた。彼女の死後、2500万ドルもの膨大な遺産は息子マイケルに受け継がれたが、実は彼、人気ロックバンドザ・モンキーズのメンバーだった。彼はその後、この大金を元手にミュージックビデオを放映するテレビ番組を制作します。これが MTV の先駆けとなったのである。